みゆ、あやみばい、こんにちは、福山あやみです。今日はなんと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 みんな大好きなロム&の新色のアイシャドウパレットをゲットしたのでレビューしていきたいと思います。イエイ。これをずっと私も欲しくてゲットできました。インスタとかの DM でもね、このロム&を紹介してくださいっていうのがあったのでちょうどいいなと思って、プラン3つ。ちょっともう早速開けていきますね。1個がロム&ベターザンパレット01番パンパスガーデンです。こんな感じ。次がロム&のベターザンパレット02番マホガニーガーデン。言いにくい。ちょっと茶色系のブラウン。で、最後がロム&ベターザンパレット03番ローズバッドガーデン。ちょっとくすみ系のやつ。はい、OK。こんな感じの3色になっております。なのでちょっとこの3色を手に取ってやってみたいと思います。じゃあまず1番、01番こんな感じです。こんな感じの色味で、ここがグリッターですね。大粒のな感じ。これは結構コーラル系が多分多い気がする。コーラル系のピンクとコーラルオレンジ系、こことここが結構コーラル系だからピンク系もいけるし、オレンジ磨かった系のメイクもいける気がします。多分これが一番ね、使いやすいかも、春とかも。あとグリッターのラメ感が、ここが一番大粒で、これはねこういう感じの色、茶色オレンジっぽい感じです。特にね、そうこの色とかめっちゃ可愛い。あとここら辺のラメ感とかすごい可愛いです。これは本当になんか使いやすい色が揃ってる感じがします。はい、続きまして02番茶色系です。こんな感じ。02番こんな感じです。全体的にブラウンって感じなんですけど、え、このグリッターめっちゃ可愛い。このブラウンのグリッターめっちゃ可愛い。これ大粒のやつ、これね、なんかちょっとなんかいろんな色入ってる気がする。もっと、まあ、ここら辺がすごいブラウンのグラデーションがしやすいアイシャドウで、このちっちゃいラメ、5番目のラメ、上品ですごい可愛い感じです。ゴールドベージュみたいな色してる。これもすごい使いやすいし、大人っぽいメイクとか全体的にオレンジとかブラウンとかベージュ系の大人っぽい落ち着いたメイクもできるし、このラメだけ使って上から重ねたりとか、すごい可愛いと思う。そして3つ目のこれ、こんな感じ。全部くすみ系ですね。3つ目、こんな感じです。すごい、これ1番目のやつ、この色、この色めちゃめちゃ可愛い。ラズベリーみたいな、なんかそういう感じの色で、ここはちょっと茶色赤みたいな、小豆みたいな色してる。これほんとくすんだ色系が多いです、全部で。この一番大きいグリッターは結構白っぽい色ですね。これは何でものせやすい。この3つに入ってるグリッター、一番大きいグリッターがスティックタイプであるようなくらいの大きさのラメなので、すめちゃめちゃ可愛いし、ポイントでこう涙袋だったりまぶただったりとか、そう置けるのでめちゃくちゃ可愛い。しかも色も可愛いし、マットとねラメが全部揃ってるから、それも使いやすい。マットだけのメイクもできるし、ラメを付け足してもいいし、このねちっちゃいラメとかがすごい可愛い。全体的にすごい春っぽく、春夏系にいっぱい使えそうな色。でも3つともどれもこのパッと見の色と同じような色してます。手に取った時もこんな感じの色をしてるので、多分実際つけた感じもそんなにね変わらないと思います。ちょっと涙袋に塗ってみようかな。大きめのグリッターにしてみたいと思います。ちょっと可愛いと思ったこの02番のグリッターを涙袋にしてみようかな。ちょっと茶色っぽいけどなんか可愛い。乗せてみました。すごい、めっちゃキラキラしない？キラキラさせた方がめっちゃ可愛い。こことちょっとここにも足しました。
こんな感じです。まあ、実際にね、手に取って見てみたんですけど、どれもすごく可愛くて、いろいろ使いやすい色が揃ってるし、マットとラメと、しかもグリッターのちょっと大きい粒も揃ってるので、これはなんか持ってってすごいいいなと思います。見たらね、全部欲しくなっちゃうと思うから。難しいよね。個人的にこのね、中間の03番のくすみ系もすごい好きです。やっぱこのくすみ系って絶妙にさ、あんまない色じゃん。だからちょっと今のうちにこうゲットして、今っぽいメイクができるかなと。わかりやすいかわかんないけど、私なりにこう手に取っていろいろ試してみたので、気になった方ぜひゲットして使ってみてください。以上、ロム&レビューでした。バイバーイ。